誰だお前。僕は誰だ。僕は誰だ。僕は。僕は。名門に生まれ、常に人の上に立ち、勝つことを義務付けられてきた。唯一の安息を与えてくれた母を失って、立ち止まることを許されなかった。僕は変わってなどいない。元から僕は二人いて、それが入れ替わっただけ。身分の違いを教えてやろう。この場にいるのすべて、ここまで僕に歯向かったんだ。ただ座り込むだけでは足りないな。オフェンスにしろディフェンスにしろ、とにかく最大の脅威はエンペラーアイア。勝つのは だから俺など必要ないと。そうだ、お前はここにいろ、永遠に。そのつもりだった。だが今敗北の予感がお前をきしませている。何がわかる、弱者になり下がったお前に。ああ、わかっていなかった。俺は勝つことで繋ぎ止めようとした。かけがえのないもの。それ以外の方法を知らなかった。その弱さがお前を生んだ。俺たちの罪は決して消えはしないが、敗北するならそれもいいと思っていた。だが、やはりそうはいかないようだ。一度力を貸してほしい。セイリンに勝つために。普通？まさか。同業者からしたら化け物にしか見えへんで。ノーモーションからの高速パス、テントを全く見ないドリブルスキルと完璧にマークされたコートビジョン。一見アカシがアシストして決めてるようだが、それだけじゃない。アカシのパスを受けた選手の動きがどんどん良くなってる。お前はアカシ清十郎の全力だったのか。完璧なパスと完璧なリズムを作る。敵味方すべてを殺し、
俺だ。絶対負けてはならない。それが帝王の宿命だ。まだです。